長次元確認したよ。はい、見てもわかんねえから。はい、どうもお願いします。蒲田でね、はい、お店やってるんですよ。お願いします。これカードゲーム作ったよ。はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。はい、どうぞ。3枚来て、その中のドラゴンの枚数分、はい、ブレイクス数増えて、今トリプルブレイカーです。で、スピードアタックなんです。スピードアタックなんです。はいはいはい。これはシャンプーで、ね、あ、接近した一番下で、ね、一番下、はい。トリプルブレイカー。うわ、早い早い。いきます。1、2、何もねえな。あ、まだもねえ。どうぞ。やべえ。死んですけど。死ぬんですけど、それ。それが6マナで出てくるのか、考えますよ。チャージ。で、4マナ。無理し。誰か選んだエネルギーに、エネルギーマナに送ってください。時をもらした。それは、あ、そっちにする。2マナ、ジャスミン出します。ジャスミン、破壊して1枚。はい、終わり。死ぬんじゃないか、大丈夫かな。スピードアタッカー出たらやばいんですけど。ただ、ここにナチュラルトラップが潜んでる可能性がある。能力で。また出てくれよ。含まれてるんです。能力発生。これもドラゴンですか。はい、ドラゴンです。はい、1、2、3、4、5出したけど。うまいかな。じゃあ、エンドで。お、今回は止まってくれた。させるまで待ちます。はい、進行力まで。ドロッ、感じますよ。なんでしょ、3、4、5、7。じゃセットして、7マナ X 効果で全部カットし、カットアップして8マナ、綺麗にしちゃってね。カツキングマックス8000以下破壊、ちょうどこいつが破壊できる。強い。うん、どっちね、はい、ちょっとこうして、はい、で、ルピアだけは残っている。ちょっと待ってね、半分の手札何枚？1枚です。1枚か。ね、何も増しない。エンドまだ、まだ何もしない。次ダブルダブル4枚割れる。ここで来てる。6マナだから高速にタレイヤーと2つ。うん、能力は、はい、こいつ今能力、こいつ出したとこいつ出したんで、今パワーが5000の差にかかるんですけど、攻撃いけないんで。できないね。よしよし。いいです。ではアンタップドロー。でチャージして、俺のとっておきの使ってやるぜ。1、2、3、4、5マナ。レブミリオン革命2で4000以下のクリーチャー全てを破壊する。強くないですかこれ。あ、手札ゼロで、手札ゼロ。じゃあそろそろ仕掛けるか。じゃあダブルブレイク、ここらで、上からで。じゃあなかった、ない。じゃあダブルブレイク、
やだ。シールが1枚ですね、残り。はい。流入電子を5ゲットです、はい、マナブスを3発動してドラゴンのコストを2少なくします。はい、はい、リンを3発使って残り4でコスト2使ってドラケンを出します。はいはい、でアタックするとき革命杖2枚見てその中からドラゴンを1体出すことができます。なるほど、出てくるか。もういた？いますね。おお、ちなみにアタック対象はこっちでいいの？パワーで勝ってるけど。ああ、こっちです。どっち？どうも疲れんのも無理ですね。まあ結局こいつの能力で、うん、今日サソリスリージ、うん、こいつ一番下いきます。で、はい、で長次元ゾーンからこいつは無双効果出た時長次元ゾーンから、うん、どうしようかな。一応ね、ちょっと俺分かんないからもう信じるよ言ってることは。主題の装備します。ああ、装備、装備するか。で、こいつで、X。X。じゃあ、それだな。どうぞ。でも、シールが1枚でしょ？ 1 枚です、うん。スピードアタッカーが絡めば勝てるんだな、俺。ドローン。そういうことだね。スピードアタッカー出しちゃうかな。ブロッカーとか持ってないですか？持ってないです。持ってない、OK。全く持ってないです。俺はね、進化ではあります。マナにスピードアタッカーを潜ませてたんだよ。つまり勝間金のマックス効果一旦一度マナから召喚できる。召喚だからマナ使えます、ね、うん、そうで、さらに一応4マナどんどん吸い込むない5枚生みます。で、自然か緑があったら戻ったマス効果だ。じゃあ、自然休みを見せて、どれかを結構戻せんだよね。じゃあこのどっちもでかいな。じゃあこれ戻します。で、アタックフェイズはね、同じものでジャスミン出しておきます。で、効果使わない。じゃあ、バシ、ね、なかったなかったです。じゃあバシ、ありがとうございました。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、行きましょう。グー、ドロー。ふんふん、どうしよう。何だ？こっちね、こっちね。なるほど、なるほど。じゃあ、ドロー、こう。チャージして、ジャスミン。ヘロー。チャージ、フェアリーライフ。もう強い。で、今2万使ってのこの3万ダメージでコスコゲット。オッケー。はい。あ、ドール活動します。はい。あ、なるほどね。ドラゴンが少なくなると、召喚効果が。はいはい。ラブメリオンじゃない、オッケーことなってです。そのまだじゃ使いません。手札もぶらしちゃった。で、墓地を戻していいんだね。よし、戻す。墓地を戻すね。手札に。相手は、そしたら、1枚以上選んでよ。じゃあ全部を、はい、山札に加えてシャックルしてください。またフェアリーライフ引きたくないでしょ、って。これで引く確率がちょっと上がった。これね、闇文明に使うとすごい効くんだよね。ああ。なんだろうね。そう、これ1枚で闇文明止まるで気があるから。チャージしないで、ドラッケン。で、ダブルブレイクするとき1枚、口側ので一番下に使います。じゃあダブルブレイクですか。ダブルブレイクです。今、ドローする方を使います。はい、1枚、2枚、そして2枚目、ダン。オッケー。ノー。手札入れ替えさせちゃうか。よしよしよし。まあまあいいぞ。ここは4マナ。ポリシー。マナ送りだ。まあ2枚いっちゃうか。つらいな。それはそれでつらいな。エンドです。はい。ドローします。
チャージしないで、サソリスですね。コスト、なんだっけこれ。コスト4以下です。4以下の超次元を出すね。主題の。うん、勝利ですね。やつです。で、どうぞ。はい。ちょっと面白いことがあります。ちょっと。面白い効果か。今パワー4000でいいんですよね。はい。オッケー。ってことはだよ、俺。まだまだ多いです、ね。セットして。8マナ。はい。カーツキング8000高い。お。終わりです。はい、どうも。2、3、4、5、6、7。エンド、ドロー、チャージしてカツキングマックス効果、罠から召喚できるぞ。そして効果で罠送り、罠が増えていく、実に嬉しいしかしそっちもね、赤を絡めて、ここかな、スピードドライブもできればいいんだけど、ね、こうするしかない。こうして4万スイードローする方しない。今強いな、ちょっともうブレーキしちゃう。ダブルブレーク持ってないからです、はい、フェアリーエース、それは強い、チャケンのピッチャーですね。今ですね、バニー出たら消えちゃうの。あ、こっちです。バニー出さなくていいの。いや、こいつもします。あ、そうなの、大丈夫か。はい、今度ね、クリーチャーが来ました。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっと放置するか。いや、一応足も遅くに取ります。意外とスピアーターじゃないんだね、それ。スピアーターっぽいね、ずらすとは。音速とも言ってないですよ、うん、でもさ、俺これが使えたんだよ、毎回。つまり、チャージして山田がまたな、これ使ってきた。あ、こっちやな、こっちやな。で、エンドですか。はい。あ、ちょっと殴るか。あ、エンドついたの。忘れちゃったよ。で、ボタイマン、次の俺のターンは、だから、まあ、すぐだけど、まあいいか。あと、2枚かなんで、うん、革命で。はい、革命2で、意味ないの、まあ、とりあえず。何するかも、意味がなかった。まあ、とりあえず、次の自分のターンはアタックできないで、さっき。なるほど。そうか、じゃあ、これできちゃうんだね。もう次になっちゃうから。弱いな、それ。本当に？本当に。ちょっと弱すぎるじゃん、それ。テキストも速くなる、解釈。チャージしないで、X、能力全部取った。ミツルギーブースト。ああ、はい。ここ6000以下なんで、意味ない。なるほど。6000以下しかできない。革命2が怖いな。でも革命2の4000以下しか回避できないので、レベルもね。ナチュラルトラップとかかな、やばいです。パワーをもうちょっと上げたいんだけど、まあいいや、とりあえず、この視点もここに行こう。ここはい、ラベル、ラベルない、はい、はい、どうぞ。みんだろー、はい、じゃあでナスを、ナスを効果持ってくるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、7。じゃあ X 埋めて、はい、これを破棄して、でマックスの効果で、まあ、X 出す。で全部置きます。1、2、3、4、5、6、7。深海サーチャー、深海サーチャー効果で何できるかな。何か持ってきた。で、2マナ打ち休みも立てとくよ。じゃあアタックでまずここ破壊。で、X がスピードアタックか、はい、し、あ、そっか、今投げれば決まったかもしれないけどね。いいっすか。俺死んだから、もしかしてスピードアタック出したら勝つ。
ここで進化ですか。はい、あ、出そう。進化かスピアタン出たら君は勝つ。俺ちょっと今ダメプレイだね。2体ともシールドで良かったのね。シールド取りはなかったから。ただこのターン返さないと、このターンで決めないとまあかなり厳しいんじゃないですか。というかもうないという、そういう進化するか、スピアと出すか。厳しい。よかったか。1マナで遊戯をしようか。お、スピアと、はい。スピアと、スピアと、革命2で、うん、まあこのクリーチャーのコスト5しかないから1万台出します。はい、で、はい、まあ、いないから。あ、もう1回出ないんだ。出せないんですよ、12万台っていう。出ないか、はい。これなんかめんどくさいやつだったよね。はい、どうしようかな。まあ、こっちの8000。やられるとなんかあるんじゃないですか。いや、ないっす。ここ、間違えた。いやひどい。あ、まだっけ、どっちだっけ。まあ、まだ、まあ、なんかなかったっけ、ギョギョって。相手のクリーチャーが出たら、そのクリーチャーと同じマナイカのやつを出た時なんだ、やられた時なんだ。死んだ。はい、じゃあもうパン。あの時、こいつを手札にずっと残しといたらチャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたたち